天体望遠鏡の部屋。 3D プリンタで作った天体撮影関連パーツ紹介、その1。2021年11月。まずは、アキューターオプティクス MAK84 のオリジナルアップグレードパーツです。接眼部がカメラを装着すると微妙にたわんでしまうようで、光軸が結構ずれてしまいます。これを少しでも解消するためにスタビライザを作ろうと思いました。ついでにキャリングハンドルも追加してみました。接眼部は先端の径が大きくなっているので、そのまま挿入することはできないので、ベッドスリーブを用意して2パーツ構成でがっしりと挟み込む構造としました。足の部分は蟻型を延長して後ろ寄りの重量バランスを支えられるようにしています。前側のバンドはスタビライザの補助的な支えとキャリングハンドルの固定を兼ねています。フォーカスノブの操作のために右側を大きくえぐった形状にして、それを左右対称にしました。なかなかかっこよい形状にできたかなと思います。次にバーティノフマスクです。今までは汎用品を使っていましたが、せっかくなのでこれも専用サイズのものを作ってみました。こちらのサイトでパラメトリックに形状を生成することができるので、ありがたく使わせていただきました。 SVG 形式で保存できるので、これをフュージョン360のスケッチに挿入すれば簡単に作成できます。同様にドライバーティノフマスクも作ってみました。こちらも同じようにパラメトリックに形状を生成することができます。そして先端に取り付けるためのリングも作成しました。これはフード先端に純正カバーをつけるために用意したものですが、バーティノフマスクの取り付け場所としても使用できます。そのフードも 3D プリンタで作ったものです。固定方法は純正のレンズカバーを参考にしました。ストッパーリングをつけてまっすぐ装着できるようにしています。最初に印刷したハンドルは積層方向を間違えてしまい、簡単に折れてしまいました。断面形状も見直してより壊れにくい形に修正しました。こちらの2本足も片方積層方向で折れてしまいました。一体構造だと積層方向を変えられず、しかも形状の自由度がない部分なのでそのままです。すでに装着状態になっていますが、こちらが最終形態。仕上がりには満足しています。実はハンドル部分が積層方向に少し裂けてしまったのですが、ボルトナットで挟み込んでなんとか形状を保っています。こちらがフードです。純正レンズカバーの形状を真似て固定するようになっています。
そして先端にはめるリングです。ここだけ軸コンフィラメントを使ってみました。先端だけリング状に光ってかっこよいです。このリングをつければ純正レンズカバーを装着できます。完璧です。バーティノフマスクを使う場合にも利用できます。リングが光っていてどうなんだという意見はごもっともです。後付けでどんどんパーツを作っているので仕方ありません。しかし途中で思いついたのですが、フードのストッパーリングがいい仕事をしてくれて、バーティノフマスクを絶妙に固定してくれました。そして実は収納も完璧で、全てが綺麗に収まります。次は AZ-GTI への装着を確認します。ゲイダイモードでのバランスを見てみます。まだカメラを装着していませんが、延長したありがた部分の確認です。さすがにプラ部分に固定ネジを押し付けるのは不安があるので、金属部分を使うようにした方が良さそうです。延長したことでより後ろ側に寄せることはできるようになったと思います。キャノン EF マウント用の T リングに31.7mm のスリーブを装着。これをソニー E マウントアダプタに装着します。そして ZV-E10 に装着。さらにウェッジプリズムを装着してみます。かなり後ろに伸びるのでバランスが取れるのか。
この段階ならまだ大丈夫です。さらに、F 値を20にするために2倍バローレンズを装着。バローレンズが途中で引っかかって最後まで挿入できないようですが、とりあえずそのまま試してみます。かなり後ろに重心が移動しています。結局はメッジプリズムを使用せず使うのがベストだろうという結論に至りました。早速、月を撮ってみます。4K 解像度で、超解像ズームを使用しながらちょうど良い大きさを探ります。1.5 倍まで上げると、満月が少しはみ出るくらいになります。1から 1.3 倍くらいが使いやすそうです。デフレ補正はオフで使っていましたが、もしかしたらオンの方がいい結果が得られるかも。クロップ率が大きすぎて月には使えないかもですが、大気の揺らぎが大きくてなかなかフォーカスをビシッと合わせられません。アキューターオプティクスの AZ マウントに載せているのですが、振動にはめっぽう弱いのでフォーカス合わせでちょっと触るだけで結構揺れます。やはりこのマウントは撮影向きではありませんね。
続く。